さて、今日はどうするかな。相談しよう。戻りやした。で、ナトゥンクの様子はどうだった。正直、反軍の旗色はかなり悪いですね。初めは勢いで押してたようですが、徐々に巻き返されて、今ではほとんど敗走状態です。森の奥に立てこもっているようですが、潰されるのも時間の問題じゃないですかね。そうか。ご苦労だった。下がって、ゆっくり疲れを癒してくれ。ウィス。聞いての通りだ。分かっているとは思うが、私にできるのはここまでだ。約束通り支援は続けるが、これ以上の介入は。ええ、分かってますわ。同じ立場だったとはいえ、反軍に協力するためあそこまでしたんだ。よほど思うところがあるのだろうが。どうも目が冴えて眠れない。妙な感じだ。何かが落ち着かないというか、やけに神経が高ぶった感じがする。うん、ほう、今宵は満月か。この妙な気分も満月が原因なのかもしれないな。それはともかく、無理にでも寝ておかないとな。明日が辛くなる。おじさま。おじさま。おじさま、これはいつものカミュじゃない。
ねえ、おじさま。カミュね、喉が渇いちゃった。だから、いいよね。美味しいよ、おじさま。まさか。カミュ、やめろ。やめるんだ。意識が おじさま、朝、カミがいない。あれは一体。
そうか、夢だったのか。どうりで変だと思った。まさかあの子がな。いつもの神だな。どうしたの、おじさま。神はどこか変？あ、いや、なんでもないんだ。おはよう、神。そうだ、やはり気のせいだな。変なの？まさか。